ネ化計画が始動するってこと？人類みな狐であり国民であるみたいな。狐年も作るしかない。十二支解散。世は狐。ドンブとみんなで歌う国歌は欲しい。勝手にさ、オロライブのフェスをさ、スブキングダムのフェスにしよう、みんな国歌歌って。もうマネちゃんがもう興奮して、ふわきさーんつって、すごいですよーって送ってくれて、どれどれと見たらもう、うわーつって。でも、掲載箇所の多いこと多いこと、1箇所とかじゃないんですよね。なんか、5箇所以上とか、6箇所とか。に応援広告、また応援広告って言っちゃう、まあ、応援広告ですな、を計算してくれてたりとかして、いやーもうありがとうございます。いろんなところにフブキングダムは進行していくんや。いずれ全国各地に掲載される白神でありたいなと思っております。改めまして、企画してくださったキツネ化計画が始動するってこと？もうキツネ化計画をさせるしかないか。いや、フブキングダム化計画やな、国民化計画を進めていく。人類みなキツネであり国民であるみたいな。もうそれもいいかもしれないですね。うん、ありかもしれない。キツネ年も作るしかない。うん、キツネ年いいな。キツネ年作っちゃうか。全然あり。フォックスフォックス。毎年キツネ年でいい。あー、いいですな。今年もキツネ年、来年もキツネ年、いやーいいですね。毎年キツネに幸あれ、幸あれって思えるような年であってほしいですな。ねえ、ウシ、トラウ、タツミ、ワヒ、サルトリ、イドイなど知らん。十二支解散。世はキツネ。それでいいかもしれないですね。それでワンチャンかもしれない。悪くないぞ。白神は悪くない。もうそれでいいのかもしれないと思っている。これからキツネ年ならコーン年とか聞くようなのかな、かもしれない。コーン年、あ、コーン年ってこと。コーン年もよろしくお願いしますってこと。ギャグやんけ、ただのギャグやんけ。でもなんかさ、オリ曲で作りたいのっては一曲あって、ストンブとみんなで歌う国歌は欲しいって前々から思ってるんですよね。ね、ただ聞くだけじゃなくてさ、そう、みんなでさ、国歌斉唱みたいな、からフブキング王国の国歌は作りてみたい。勝手にさ、オロライブのフェスをさ、勝手にフブキングのフェス、フブキングダムのフェスにしよう、みんな国歌歌って。他のオロラスを騒然とさせる。右手で狐の指をして、そのまま心臓に持ってく。コンのポーズで胸に持ってく。国歌斉唱。めっちゃかっこいい。一番歌い終わったら、フーキングダムに栄光あれーっつって見て終わるわ。振り付け動画出さなきゃ。振り付け動画出さなきゃいけない。そういう、なんか国歌。国歌やりたいね。配信終わりにみんなで歌う国歌。でもいいし。うん。勲章というかブローチ欲しい。あ、いいね。みんなのフブキングダムブローチいいな。ちょっと考えときます。みんなの生活にフブキングダムが染まっていきますな。王自ら国民に賜る、国民に賜るって王から賜るね。フブキングダムの国民の証いいかもしれないですね。 お土産にありそうな。でもフブキングダムのお土産にありそうですね。なんかご当地グッズみたいな感じなんですけど、スコンブ専用ダンボール欲しいです。ダンボール、ダンボールか。ダンボール販売するってのもなんかなんともだな。お土産屋さん、ドラゴンの剣みたいなやつね。ドラゴンの剣、フブキングダムソードホルダー、やばすぎるっしょ。え、竜の代わりに何巻きつけましょうかね。竜の代わりに尻尾巻きつける。剣に白髪の尻尾が巻きついたドラゴン、ドラゴンはソードテイル。フォックスソードテイル、いや、フォックス、うん、ソードフォックステイル。チンアナゴ巻きつける。チンアナゴ巻きつけるのはちょっとお前の出番か。
君がここにいた理由。チンアナゴか。フォークステイルソードいいかもしんない。フブキングダムのペンラホルダーとか、あ、いいですな。みんな、チンアナゴがペンライトでもええか。フブキングダムペンライト、チンアナゴ。うん。いろんな色に光る、チンアナゴ。それはそれで欲しい。観光地に売ってそう。お前、光るのかって。お前、光るのか。マジか、チンアナゴにしろか、チンアナゴペンライトありか。ねえ。わためのライブではさ、わためナイトフィーバーでは、わためイトの頭が、ペンライトになったというのに、白神の専用のペンライトは、チンアナゴか。まあ個性的。